森永といえばココアはやっぱり森永よね。創業者の森永太一郎は元は陶器商をしていて、九谷焼の陶器を販売するために明治21年に渡米したんだけど、西洋菓子に魅了されて菓子作りを学ぶために11年間もアメリカで過ごしたのよ。帰国した森永は赤坂に森永西洋菓子製造所を開設、森永製菓の始まりよ。当初は横浜居留地の外国人向けにソフトキャラメルを作っていたんだけど、これをバターやミルクを減らして日本人向けに改良したものが森永ミルクキャラメルになったの。当時の広告には事務課、読書課、旅行課に元気を旺盛ならしむる必要品なりとされていたり、タバコ代用なんてキャッチフレーズもあったのよ。戦時中には慰問品として送られたり、戦地または傷病兵士見舞い用の敵品なりと広告されているわ。戦時色の濃い広告も出されていたのよ。意外と大人向けの商品で驚いたわ。